はい、どうもフリッチです。今回もですね、トータルオファーマー2やっていきたいと思います。さあ、前回ですね、ドラウンドの残党を借りつつ、この拠点を海賊だまりにしたんですけど、今のところね、有効的に使えていないと。で、まあこの拠点取って、まあ帰ってきて滅亡かなと思いますね。交戦中他ありますけど、まあ近くにないと思うんでね、横取りはされないんじゃないかな。逆にうちが攻められる可能性あるけどね。ここなんで、まあ水上ピラミッド、どんな感じなんだ。あー、ピラミッドっぽいですけどね。水上なのかな。まあ攻めれば分かりますね。いきます。もう5ターン投魚度がマイナス5、補充速度がマイナス 8%。 多分補充できないね。お、いるじゃん。そう、ここですね。一応ロードか。このベスティレンズ種族ですね。マイナスが嫌悪感と、あ、まあ侵入1回したんでね。で、列強ってのでマイナスか。まあ確かに強いもんね。ここ低すぎない？飲み込んでこれだよね。不可侵、不可侵。おー、いいね。やっぱスケイブ仲間なんで。うちも自分たちネズミだと思ってるんでね。エルフと、まあ、ちょうどここにいるんですよ。まあ、壁になると思うんでね。スッカスカだね。なんか作るか。腐敗はね、ここの人、あ、マイナス 3% ですね。まあ、作るものが、まあ、ないので。あ、でもこれも腐敗つくね。スケイブンの地下都市を発見する可能性が増える。うちの勢力でそれをやる必要あるのかな。地下都市何かありそうなんで、作るか。あ、うちランキング下がってますね。前10位だったのに。そうか、ルサハーコン。ルサハーコンって死んだんじゃないの。ランキングよくわかんないですね。まあ、蘇るのかな、ヴァンパイアなんで。これ、ね、作れないんですよね。結構高いんでね。こいつ向かわせようかな。一応ね、この辺にいるんですよね。でイッツァーの方がまあ強いので、イッツァー用に残してるんですけど、ちょっとランキングで決めるか。イッツァーまだ戦ってないんでね。あ、34、うちよりちょっと高いじゃん。で、エルフ。79の方ですね。あー、なるほど。まあまあまあ。いけますよ。もう一問ランキング上げるか。よし、もうお金なくなっちゃったけどね。軍勢、死傷者を発生させます。あ、発生する？走っていくか。いますね。お、白空じゃないですか。復活してますね。撃ちたいな。これ復活前に叩かないとやばいね。で、こっちで復活してよかったね。一応この拠点近くじゃない方で復活したので、まあ負けはしないですけどね。被害は少なく済むと。しつこいなこいつ。まあうちしかいないもんね、中にね。全焼コーチっていうのがあるんだね。死傷者がいる。お、人口増えましたね。2人か。お、いつはどうした。戦線か。いつは戦線ですね。いつは大丈夫かな。敵は軍を集結させているようですと。いつは隣接が多いんで、ちょっと戻るか考えるか。主力を残してる。主力を残してないんだ。そう、主力が移動してるんで、今後方で軍を集めてるので。そうだね、ここ、うーん、攻城戦にはならないんで野戦ですよね。一旦でいけないなら
入った方がいいか。ボルドローに宣戦してください。ボルドロー遠くなかったっけ。プロテクターオブザレルム、いいよ、宣戦しようじゃないか。宣戦します。宣戦。カルカソンヌとパラボンが入ってくる。いやいや、ダメでしょ、敵だらけじゃん。うち1500もらえるんですよね。ちょっと待って考えよう。引きる倒す、あ、これだけね。深淵からの力、行動力プラス 50%、 あ、します。どんだけ敵増えようともしましょう。よーし、敵だらけ。大丈夫これ。あー、鉄砲か、まあ、追加しますか。よっしゃ、行こう。まあ、敵ヒーロー合流してないんでね、殺せないっていうのはちょっと残念かもしれないけど、攻城戦、攻城戦じゃないか、ちっちゃい場所なんで野戦ですね。ここでまた白空を打ち取ると、白空に出しぬわけですね。よっしゃ、行くか。まあ、敵援軍があるので合流するかな、なんかせずに行きそうですね。待てよ、これ鉄砲と、こう鉄砲の真ん中にね、かぶさるように置いていくと。で、基本的にこの正面に部隊を展開して、近づきそうになればどんどんね、撃って出ていくと。もうちょっと前出すか。で、分けましょう。 OK、 いきます。結構開いてますね。フェルバットか。真横にいるんで横向きにつけよう。あれ、爆弾？爆弾っすね。いけ、爆弾。で、隠し攻撃開始しましょう。で、基本見るのはまあ横かな。ギリギリの位置にいますね。ここ突撃させましょう。撃てないか。おお、爆発大丈夫かな。鉄砲一部隊であいつを追い払いましょう。お、白空いましたね。こいつ弱すぎじゃないか。そんな食らうんだ。
よし、犬は死にましたね。あ、フェルバット降りてますね。よし、これは狙おう。あれは支援のヒーローっぽいね。放っとこう。デッキドロッパーか。よし、攻撃魔法で削っていきましょう。で狙いましょう。あのロードをモンガルホンタおよびコロッサスおよびノクティルスで狙うと。今のところモンスター組は被害ないですね。ちょっと減りすぎなんで帰ろう。デッキドロッパーいるからちょっとまだ動きづらいですね。うちの爆弾ですもんね。あいつら銃なんだもんね。みんなでデッキドロッパー撃つ感じで削ってもらって。あとも魔法で削りたいので特にないかな。全然このおばさんを狙おう。で、まあ邪魔になりそうな舞台を全部引かせると。お、いいね。あれ狙えるよね。ここすごすぎでしょ。見る二人ね。ドロップ後でまたヒーローを殺すと。この人戦ってないよね。終わった。全滅？おお、数は相手の方が上だったんですね。だからか結構。あ、爆弾。あ、ちょっと少ないか。まあまあいい感じですね。まあ犬の突撃を許したのがちょっと痛かったけど、まあ、機動力がないんでね、こっちね。あれは仕方ないから。フェルバットとか用意しておけば止めれたんですけどね。まあ、身を挺して。フェルバットなんか使い捨てみたいになってて、毎回死んじゃってるんで。基本いないですよね。相手の爆弾ゼロでしたね。もちろん殲滅って何？破壊と殲滅の違いが分かんないな。ダッシュを行わずに拠点を破壊して建物を破壊します。すべての捕虜は奴隷にされて地球社会秩序は悪化し、相手勢力との関係は険悪になると。ああ、あれ、これ略奪なのかな。こっちの方が効果がすごいですね。破壊でしょう。で、甲状腺の場合闘技度が上がると。その圧倒的なお金を用いて追加はできないですね。まあ、いつは見るか。いつはちょっと壊したいけどね。できないかな。それまだなんですよね。ザワヘイ協定。今お金結構手に入ったんで、
まあ、1200ならも払ってもいいよ。低いか。2000。せめて2000。ああ、ダメか。もう相当悪いんだね。まあ、じゃあいや、最低限でやってみるか。サマー。仲悪さで言ったらそこまでじゃない?いざって。関わりはないですからね。マイナス95。合計133ね。野球の方だったのかな。あ、技術ですね。ちょっとね、その新しくローデ取った際のランク上げようかな。こう任命するロードのランクプラス5やろ。これ最初からまあまあいいやつが雇えると。チャクワが落ちると思うんですよね。遠いし。シャウテクを強化しましょう。で、こいつ、戦いの真っ只中に行くと思うんで、あげます。あ、結局、まあ1個あげよう。で、10。爆弾いらないかな。グローバル3なんでも超えちゃってますね。レベルアップ、6ですね。ネクロフェクスコロッサス乗るか。乗ろ。石と船の残骸、そして肉で作られた巨大な人形はこれまで戦場に現れた中で最も驚異的な兵器の一つです。それに乗ったと。 This one's path is not yet clear. めっちゃ強いんで対歩兵ボーナスとかつけるか。あれ破壊じゃないのかな。これ残りましたよね。略奪をしたのかな。もう一発。占領がいいんですかね。ちょ、占領にしますか。一番右試してもいいんですけど、またね、なくならなかったら繰り返しちゃうんで。さあ、また同じ戦場でちょっと戦い方変えよう。誰が受けるこれ。回復するか。とりあえずめっちゃ後方に布陣して回復しよう。今回犬っころいるかな。まあ初手回復。まあ、このゾンビパイレーツデッキハンドがずっといるんですよね。これ湧いてくるんですよ。ロードのレベルアップのアイテムか何かかな。スキルで選んだかな。なんかロード部隊っぽいんですよね。大肉か。これ今日使い切れないんでね。基本レッツゴー。あれはデッキドロッパー生きてたのか。デッキドロッパー向けにしよう。どんどん突撃。あれ爆弾ですね。こいつをちょっと素材じゃない、生贄にいきます。ロックか。もう一回回復できるかな。ナイス。移動、下がれ。走れ、その程度加速度。
こっち来るぞ、こっち来るぞ。仕方に行くしかないか。全部手で撃つまでもなく、ほぼ死んでますね。終わった、早っ。これロードですよね。なんか全滅したな。何がいたっけな、全滅するようなやつ。近接かな。あと一人です。新しいロードですね。こいつはいらないかな。お魔法それ。基本回復にしましょう。ロードがあり乗ったらもう強いですよ。コロサス2体ですもんね。よし、死にました。全滅は、ああそうか、出したやつか。一緒ですもんね、表記ね。やっぱ波形表も強いな。全然違いますね、キルスね。うち、まあ、それで削り、士気を削りで、鉄砲で士気を削り、壊滅させるっていう、ね、ここで勝ってとどまろうか。なかなか、ちょっと近接部隊の数が少ない。死傷者6人。この戦いで6人死んだわけですね、こっちね。拠点焼き払いますが、合ってんのか。建物を破壊しますなんで、勝手にそう思っちゃったんだけど、こっちが正解か。この辺もスケーブンっぽくない？もう占領でしょ。っていうか、あれか、反乱起きるか。殲滅します。で、多分装備品なんですけど、めっちゃ余ってると思うんで、そこもまたちょっと調整したいですね。二度出ましちゃいましたね。お金はそうか、2回目はほぼないか。鉄砲3か。ちょっとあれがないもんね、首相型の鉄砲部隊というか、デッキドロッパーとかね。シャウテクで作れないですもんね。治安上がってきたけど、マイナス81って重いな。まあとりあえずこれでいいや。あと何あげよう。こっち系といこうかな。任命するロードのランクプラスに全ての州、今更ね。この部隊の能力とかを変えるようなものね。補充速度とか、あと恐怖を引き起こすや兵員の HP を回復させるの再生ユニットアビリティ、まあ、これやれば右増えるんで。一応増やせるは増やせるんで、こっちか。爆弾強いんですけどね、ちょっと使い方がいまいち分かんないので。近接、うちのロードの方が何部隊だっけ。それに合わせよ。4か。じゃあ5だな。
あっちの方で出せるんで一体ね、まあ、サイリーンとか出したいからちょっと一旦やめときます。全部同じ近接にする意味はないので、まあ、モンスター系のやつを少し出して、まあ、ロードと入れ替えればいいかな、最悪ね。まあ、こいつがそう強くなるのかっていうところで疑問ですけどね。まあ、中性は上がりやすいので、非常に優秀な配下として使えると思うんで。あと、いつがどう動くかですね。いつは戦闘中だったんで、そもそも。こっちに来れるのかっていうところもありますけどね。まあ、そういったらうちはもう戦闘中も戦闘中ですよ。もうなんか、敵タイマップとか出たら相当すごいと思うんで。包囲網みたいになってるんでね、まあ、それが全部攻めてきたら終わるんですけど、なかなか攻めてこないので生きながらえていると。あとまあのロードの軍勢がいる限りは多分そうそう負けないんじゃないかなと思いますね。オートにしなければね、まあ、あれはもうなかなか負けないでしょう。デッキドロッパーじゃないな、コロッサスが2体いて、ネハケ卿が撃って、これなんだ、見たことない旗だね。あ、拠点が落ちたぞ。何今の、なんか化け物みたいなやつが落とさなかった。ちょっと帰ろう。まあ滅亡してくれましたね。あ、待って、なんかいるじゃん。ドラウンターちょっとなんか謎の反乱軍じゃないよね。ちょっと見たことがなかったな。なんだろう、でこれは何、どこのやつ、あそこは戦ってるから出てんのか。リザードマンか。リザードマンね、仲悪いからね。しかもスケイブンと戦争中。これ何これ、攻撃相手にドワーフか。あ、これは強いぞ。お、信頼度とても高いんだった。まあ低いだったんですけどね。どうしようかな。うちちょっとスケイブンしかね、何もなくて、ドワーフちょっと仲良くしようよ。攻撃は一箇所だけなのかな、不可侵しかないけど。まあじゃあね、支払い金、500、800か。飛ばしです、飛ばし。赤いな全部。ろくな色がないですね。ローグアーミー。The Empire. あ、そういう側なんだ。ある意味はバッコしてるやつだよね。いつはすげえ赤いな。うち、ちょっと、人類の相手ですね。まあ、帰るからいいんですけど、ちょ、ここ取ってこ。トラシトラン、ケイトなんで、まあ、治安は。維持できなくもないんでね、取ってなんかすればいいんで、まあ、とりあえずそんな感じでいきますか。まあ、一応滅んだんでここまでにしますね、今回ね。ちょっとイッツァーがいるので、ここイッツァーね、ここなんですよ。だチャックはに軍勢を置いときたいんで、こいつチャックは直行からのシャウテクの軍勢でちょっと神殿落としたいなっていうのがあるんで。でこの大ジャングル北部今ね一応プラスなんで、ここ取れば3ついけるんで、多分どうにかなるんじゃないかなと思うんですよね。でそんな感じでいきましょう。